井上達夫は、福島県出身の日本の画家。京都府府内郡水穂町で暮らしながら、隣町に建設予定の日吉ダムで沈むことになった、天若地区に3年通い詰め、住民や民家の情景を油井で描写したことで特に知られている。1916年、福島県岩瀬郡、稲田村で生まれる。1934年、福島県立岩瀬の学校卒業後、 画家を志して上京、東京の本郷絵画研究所に入り岡田、サブロスケに指示した。翌年、日本大学専門部芸術科に入学、木村総八に指導を受けたが1937年に大学を中退し兵役につかざるを得なかった。太平洋戦争後の1946年に、復員すると妻の実家のある、京都府府内郡水穂町に移住。 京都美術研究所で、須田国太郎に指示し、さらに1954年には、中央美術学園に入り、郡山三郎から指導を受け、1955年に卒業した。1985年頃から、日吉ダム建設で沈む、予定の天和家畜の風景を描き始め、1997年、ダム完成を待たず病気により死去。出展は、日吉町郷土資料館。 井上達夫から消えゆく風景をキャンバスに、マイナスによる。井上達夫から消えゆく風景をキャンバスに、マイナス、日吉町郷土資料館2007。ありがとうございます。